ついてないねえねえ、もうそろ可愛いやつやろうよ。可愛いやつ、1時になったので集会始めたいと思います。ですね、今日はなんと高校生が共産党と民主党から2人議員を呼んでるので、1人ずつ話してスピーチしていただきたいと思います。まずじゃあ初めに共産党から志位和夫さんです。よろしくお願いします。皆さん、未来は皆さんたちのものです。未来は若者のものです。皆さんの未来は皆さんたちが決めていく権利がある。頑張りましょう。続いて、民主党から蓮舫さんです。よろしくお願いします。参議院の蓮舫です。これだけの雨の中に多くの人たちがこの場に集まっていただけました。ちょうど2ヶ月前シールズの皆さんと私は新宿でこうやって街頭演説をした。あの時も雨だった。でもあの時と今と実は環境は大きく変わりました。あの時はまだ法案審議中だった。みんなの声が毎日メディアで報道されていた。でも今はどうか。メディアは今日カメラが来ていたとしても連日の報道を見てください。ほとんど報道されなくなってませんか。それどころか官邸の意を組んでるのか、まるであの2ヶ月前のことがなかったかのような全く関係ない報道をただ垂れ流しているようなメディアがあるんじゃないですか。そうした中だからこそ変わらずに怒りを持って諦めない、忘れない、訴えない、集って声を上げる皆様方の思いを私たちはもう一度しっかり受け止めなければいけないと思いますが、いかがでしょうか。確かに国会では私たちは数が少ない、力がない、それでも論戦で臨む、間違ったものを正す、おかしいものは間違ってると皆さんと同じくこれからもしっかりと声を上げていきたいということをまずはお約束をさせていただきたいと思います。あの強行採決から2ヶ月ですよ。今考えてもおかしいでしょう。11本の法律をたった200時間小学生だって計算ができる1本の法案は10時間も審議をしていない、2日間も審議をしていない、そんな軽い審議で数の力で通して総理が判断をすればどこにでも自衛隊を出すことができる。憲法をこんなに軽んじた政権にはしっかりと皆様方が引き続き声を上げていただきたいと改めて私からもお願いをしたいと思います。安倍政治を許さない、同じ思いで声を上げていただけないでしょうか。強行採決をしたのが9月の19日わずか5日後ですよ。9月の24日安倍総理が重大な発表がある、メディアを集めた、官邸で記者会見をした、何を言ったと思うか。日本には新三本の矢が必要だ。経済成長させよう、国内生産600兆、子育て飛躍しよう、少子化出生率 1.8、 介護人材10万人の離職者がいるから介護離職をゼロにしよう、これが日本の喫緊の課題だと安倍総理は言った。ふざけるな。この3つの課題は9月の24日に初めて日本に訪れたものですか。とんでもない。20年前からこの国の少子高齢化っていうのは分かってたじゃないですか。今いる若い子たち、どれだけの借金負担、税金負担、社会保険料負担を持って生きていかなきゃいけないんですか。この国を作った今の人生の先輩たちが介護と年金と医療の不安に押しつぶされそうなのは今に始まったことでしょうか。だから私たちは少なくとも育児を、少なくとも介護で働く人の環境を変えようと頑張ったものを否定したのが今の政権じゃないですか。そんなに必要な政策が目の前に横たわってるんだったら、この夏の2ヶ月を返せ。この2ヶ月をその3つの政策に注ぐのが国家のトップの判断じゃないでしょう。
活動、改めて怒りを忘れない、声を上げることを忘れない、少なくとも私たちは主権を踏みにじられたくないと思う皆様方の声を、これまでもこれからもしっかりと受け止めて、まずは来年の参議院議員選挙に向けて通常国会で安倍総理と戦う、向き合う、野党を共闘して、皆さんの声をしっかりと受け止めた政治活動をしていきますので、一緒に頑張りたいと思います。どうか頑張りましょう。今日はありがとうございました。ありがとうございました。シャッターチャンスです。ありがとうございます。安保法制可決されたからこそ、国民一人一人が自分の声を持って意識を表明していくことが大事だと思います。今日集まってくれた方も、これメディアで見る方も、来年の参議院選挙しっかり行くようにしていきたいと思います。野党は共闘、野党は共闘、野党は団結、野党は団結。ありがとうございます。4列になってお進みください。4列にお願いします。